ハイド&シークメタルギアソリッド2実況プレイ。皆さんこんにちは、わらにです。今回も続きをやっていきたいと思います。前回はフォーチュン戦とファットマン戦をこなして、イベントでなんかさ、これ野戦服っていうのかなをもらったんですよね。 BDU って書いてあるけど、なんだろう、バトルなんだろう、 D ってなんだ、ね、なんとかユニフォームだと思うんだけど、そんでそれ着て、なおかつ AK って武器を装備すれば、なんだっけ、エイデンさんじゃなくてなんとかさんそう、なんとかさんに会いに行くためにその AK もね、探さないといけないんですよ。で、どこ行けばいいんだろうって思って、ちょっと大佐とかプリスキンさんに電話したところ、通信したところ、F 客の倉庫に行ってみたらどうだっていうアドバイスをね、もらったんで行きたいと思います。あ、ヘリポートか、こっち。ちょっと待って。こっちじゃないんだよ。ってなると、ここ苦手なんだよね。もうさ、ダンボール先輩がさ、もう4人になってもう無敵なんじゃねっつ前回どれだ、これか、日用品輸送。まあこんな感じで新たなダンボール先輩と共に行きますか。集配場だから、倉庫どこだっけ。ああこれさ、なんか見つかるかもって思っちゃうとさ、やっぱ黙っちゃうんだよね、どうしても。右かな、それとも左か。ここ集配場だよね。お、いい F 連絡橋なんで、きっとここは F の倉庫に行くはず。よし。地雷があるところか。で、上から監視されるので、待って、なんか来た。え？厄介なん来たよ、これ。え、どうしよう。これはあれ使っちゃうべき？あ、待って。あ、どうするべき？で、作戦を考えねばならぬですよね、きっと。こっちじゃないや。はあ。よかった、移動してて。絶対あそこにいたらさ、なんだこれつって持ち上げられて蹴られてみたいな新人のダンボール先輩を痛めつけることになってたと思うんだけど、よかった、移動してて。てかさ、絶対怪しいって思うだろうね怪しいって思うんだけど、そこにあるのは気にするなって言われてんだろうね、きっとどうなんだ。で、あ、そっか、ボックスの中にいる間は武器とかの交換はできないのかな。ということで、なんかなんだっけ、あの機械みたいのを機能を停止させるやつ、なんとかグレネードを使ってみようかなと思っってたり思わなかったり、まあとりあえずこっち行きましょうか。それかもういつものご利用しで行くかどっちかだよねどうしよっかな。まずそれが何個あるかだよね。電子機器を一定時間無効にできる。マガジンはちゃう。チャフグレネードじゃんね。8個か。1個ぐらい試しで使ってみてもいいかもしれない。来るか？来るのか？来るなら来いよ。来たな。やっぱ来なくていいよ。どうしよう。これで効かなかったら結構チャフグレネードとか大事だよっていうの聞いたんだけども、やっぱ投げないと意味ないのかな。持ってるだけじゃ意味ないのかな。どこ行った？向こうか。おっと、こっち来るぜ危ないぜ。じゃあさ、距離がさどれくらい届くのかっていう話なんだよね。危ない危ない。何何？なんか変、なんでもなかったただ点滅してるだけだった。なんかどんどん増えてきてんだけど、どうしよう。これさ、一旦戻ってさ強行突破してみるってあり？ね、皆さんあり？どう思う？ちょっとやってみよっかなこれを見たこのメタルギアソリッド2をプレイした方はかなりこいつ無謀だなとか思うんでしょうね、きっと。普通に行けたんだけど。何さっき見つかるなんだろうな。ゆるいのか。イージーだからか。ありがたいけど。ちょっと待ってね。そっか、ここ人が通るところだった。ってことで、ちょっと一回、セーブしたいかな。いやでもセーブしなくてもいいか。ごめんなんかいたずら電話みたいになっちゃったけど、ダンボール先輩に行ってもらって、さあさあ、そっか、もうあれだ、なんだっけノードにアクセスしたから見れるんだ、敵の動きが。どう来るんだ？下にいるし、下に行かなければなんだよね、きっと。あ、でもなんかいろいろある。 C4 C4 ってなんだ？C4 ってなんだ？こっちじゃないっぽい。どこ？センサーでもなし、ボックスでもなし。C4 ってなんだ？あれ？拾ったよね。何拾ったん？ねあれ、まあいっか。ちょっとドアを開けないように。これだよ C4。 なんかいっぱいあるけどさ、あ、違った、クレイモアだった。あったあった、これか。爆弾。四角ボタンを押すと設置後丸ボタンを押すと爆破。はあ、結構危険なもんを手に入れましたけど、あと他はないっぽいね。通じてる道もないっぽいし。じゃあ段ボール先輩をかぶって、目の前の人がどっかに行ったら、こっちは何？こっから下に降りれそうだけどさ、人が上がってくるんだよね。よっ。お、ちょっと待って。ふわとか言われるとさ、焦るんだけど、かなり。で、まず、あの人の目をかいくぐって、うっ、やばい。やばい。やめろや。持ち上げるのか？やっぱりそうなのか？よし。で、ちょっと待って。眠らせるといいよって聞いたんだけど、ちょっと待って。ごめんなさい。はい、すいませんでした。申し訳ございませんでした。やべ。撃たれてる。バレてるこれ。バレてんの？バレてんの？どうしよう。逃げるよさよなら。あー、隠れらんないし。やばいよ。いっぱい来たよ。これもう無理じゃないうっさい、どけこの野郎。こう、痛い。死ぬ。ちょっと待って。何？マインディーって何？ボックス入ろもうなんなん。ちょっと厳しすぎない？やめて。なんもないよ。はよ行け。帰れ帰れ。そうそう、何もないの。誰もいないのよ。さーて、てかさ、さっきパンチしたのはいいけど伸びてなかったのか、あの人。くっそー。攻撃されたら気をつけろ。やめてー、やめてー。まあいいか、とりあえず倉庫に来るという目的を果たしたのですが、そうだなあ、カードを使っていけるとこだよね。どこだろう。もしかして上だったのかもしれない。いや、やっちゃった感がたっぷりかもしれないどないしよう。とりあえずこのコーション状態を解いていかないと私は先に進めないのだがてかさ、この絵見てて楽しいのかな。ただボックス喋って何も動いてないけど私がもう淡々とも喋れてないし、なんかグダグダとさ、こうやって喋ってっけど、よし、とりあえずお邪魔な感じの人らはちょっと減ったんで行きたいんですが、異常なし。そうっすね。どうしよっかな。どこに入り口があるんだっけ。とりあえずそっからどいてくんない？奥にはタフグレネードゲット。どうしよっか。とりあえずこっちのアイテムを回収してみたりする？ブック。本って何？なんかいっぱい増えてきたけどさ、マイン D。あ、地雷探知機、こんなとこにあったの。あれ、どこで拾った私。右側？忘れちゃったよ。本がないよ、本が。あった。雑誌。成人男性向けグラビア雑誌。若い女性モデルの魅力的な写真が満載。企画記事も見逃せない。あー、これで敵の注意を引きつけとけっていうあれね。わかったわかった。なるほど、こういうのもうまく使っていかないといけないんだね。張りつくなって。止血剤だっけか、これ。なんかほんとアイテムいっぱいだね。レーション使っちゃおうかな。よっ。ここにもあるしね。もうこの血の跡がどんだけやられたかっていうのバレてしまうんですが。で、もしかして、あったあった、向こうにさ、AK あったりしないよね。ここ真っ暗だからさ、地図を頼りに行かないといけないんだけど、どうしようかな。こんなアイテム集めてるだけの回果たして許されるのかどうかっていう。ソーコムバレット、あれ、これだけか。じゃあ戻ろう。あ、ちょ入っておくれ。で、あ、ちょ戻ってる。どっち行けばいいんだ。こう行って難しいな。はい、まっすぐ。以上なし。はあ、また見つかるの覚悟で行くしかないか。なんか変な度胸がつきそうだなてかもうついてるのかもしんない。なんかもう見つかってもいいやみたいな。慣れって怖いね人事かよみたいなね。さあ、あの人がどっかを向いたら行きましょう。まあ前回レベル2のカードをもらったんで、どこに行けるかなんですよね。おい、奥に行っとこう。そんでこの中から直接狙えたらいいんだけどね。あそこさ、扉じゃない？あの赤いとこで、なんかブッブーって前に言われた気がするんだけども、やべ、寝た？オッケー、寝たね。こっち登れないの？まあいいや。あの上のくるくるなってんのやつが気になるんだけど。おっと、ここにもアイテムがある。あ、AK のやつか。AK のやつ？これも？どんだけあんのここ本体ないのにどんだけあんの？あった！ AK。 Looks like you've got an AK. If you wear an enemy's field outfit and carry an AK, you can pass for one of them. Listen up, kid, and don't forget this.Only the guards in Shell 1's Corps are armed with AK rifles. The others are armed with the AN-94, the official rifle of the Russian army. If you hope to disguise yourself as the enemy, you don't want to be carrying an AK outside of Shell 1's Corps. つまりここで装備しても意味ないよって話ですよね。じゃあできるだけ M4 ってなんだ？非常なし？あ、そっかそっか。とりあえず拾えるだけ拾っちゃおうっと。ああ、いっぱい拾えるね。これだけかな。全部拾った AK 自動昇弾じゃない小銃、四角ボタンを軽く押すと構え、強く押すとフルオートで発砲サプレッサー欲しいなあ。121発もあんのか。241発中。へえ、ちょっと一旦セーブしますか。はい、ロードさん。Jack, is that you? はい、ジャックですよとりあえずもう8時間以上やってんのか。これ進みとしては多分かなり遅いんだろうな。しかもイージーなのにJack, I know you're probably doing fine, but don't get discouraged. Remember, Lieutenant J.G. Plissken is with you too. You'll be all right. What's wrong? Nothing. Don't give me that. Every time you say nothing, it's always something. What's wrong? It's just that, you know, you seem to think pretty highly of him. Well... Yeah, Plissken's the kind of guy you can really depend on, isn't he? What? What? Yeah, Plissken is one heck of a man, isn't he? He's so cool, so confident. Yeah, yeah. But he's nowhere near as cool as you. You'll always be my number one. Always. But that's not what I meant. You know, you're kind of cute sometimes. Bye, Jack. リア充がよてかなんかローズさんが「あー」って言った時めっちゃびっくりしたんだけど、こんなキャラなんだみたいなめっちゃびっくりしたっけ。まあここはダンボール先輩に。やべ、人来た。起こされる、きっと起こされる。でもう手に入れたから中央と行っちゃってもいいかなって思うんですけど、大丈夫起こしてる間に行っちゃうとかいいんじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？なかなか。で、問題はこっからですよ。あれらが来る前に行くのか、それともチャフグレネード投げておくのかっていうね。なるほど。どっちだっけ？こっちで来たな。さっき兵士が上に上がっていくのが見えたんですけど、うん、どうしよっかな。超いっぱい飛んでんじゃん。これ多分ゴリ押しじゃ無理なタイプだぜ。ってことでチャフグレネードかな。なんか多分壁で絶対見えないけど、この範囲に入ってることが怖いいやー、こっち側向かないで。どうしよう、どのタイミングで使えばいいのか全然わかんない。迷うなんて私らしくないぞ。いつも通りご利用しで行けって感じかな。一旦こっち行って、作戦としてはチャフグレネードをばらまきながら走り去るっていう確かここ地雷も待ってたような気がするんだけどさ、そんなこと気にしてられないっつうか。ほい、痛いもうバレた、もう関係ないわ。よよよよ、あー落ちるーですよね。ごめんなんか久しぶりなのかな、死んだ気がするてかあの地雷でバレるんだからさ、ちょっとチャフグレネード意味ないかもしんない道具をうまく使えないばかりか、ゴリ押しっていうね。まあでも進んじゃおう。なんかね、いろいろ渋ってたらどんどん先に進めなくなる気がする。あ、やべ。ほう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 。あー、たた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 た。危ね。よし。来れた。よかった、来れた。ゴリ押しで来れることも分かった。あ、ちょっと待って。装備しとけばよかったの前に、セーブしちゃえばきっと次はここから始まるはず。よし。ごめんなさいね、進み遅くてね。なかなかね、ビビリだと進むのも遅いんですが。てか、ステルスゲーム難しいね。初めてやったけど。Look, I really don't feel like talking about the mission. At least with you. I want to talk about something else. Okay then. Let's talk about you. Me? Yeah, your least favorite subject. That's not... Oh yeah? Then go ahead and say something. Like what? Anything. Tell me something about yourself. I can't think of anything interesting to say. Why do you want to talk about me so badly? Because I'm curious. But why? Is it really that strange to want to know more about someone you love? No, it's not strange, but... You know, sometimes I... Oh, look, now we're talking about me, not you. Why won't you tell me anything about what you were like as a child? What kind of things you like to do? What kind of people your parents were? I've never heard you talk about any of that. Why? Don't you think it's just a little bit unusual? That I don't know anything about my own boyfriend's past? Rose, when I get back, I'll tell you everything. Is that a promise? Yes, it's a promise. 自分のことを語るのが苦手なライデンさんなのですね。まあなんか私もさ、結構トークスキルとかないからなんか話してって言われるのが結構苦手だったりするんだよね。なんかこうやってゲームやってたりとかすれば話題があるわけじゃないですか。ここからいくらでも拾えるというか、だからそれならいいんですけど、なんか何もない時にちょっとなんか話してよみたいなこと言われるとえってなってしまうっていうコミュ力のなさね。でここ来たからちょっと大佐とプリスキンさんに通話してアドバイスをいただきたい。Make contact with AIMS and obtain information about the president. You're in the shell 1 core now. AIMS is being held on B1. Head for B1. 電化製品売ってるとこだよね。AIMS さんでしたね。ごめん大佐、かぶっちゃったよ。Do you know anything about a Secret Service agent named AIMS? AIMS? You've heard of him? No. Listen.If you know anything... No, I got the name mixed up with someone else. Forget it. What do you mean, forget it? Just what I said. Forget it. I... Talk to you later, kid. 結構無茶言いますね。まあ一応ここ来たんで、これを装備して、うおー、ちょっとびっくりしちゃった今。誰だこいつって思っちゃったよ。あ、そっか、ノードがないから、じゃなくてアクセスしてないからエレベーターって書いてあるけど、ちょっとな、どういったらいいんだ。ちょっと張り付いたりして多分行動おかしいんだろうな。こうしたらいっぱいいるね。ちょっとでもおかしい行動したらやっぱんって思われちゃうのかな。とりあえずエレベーターじゃない方行ってみる。エレベーターの方行ってもエレベーターしかない気がする。もう現にエレベーターって表示してあるからさ。いけた。ロックロッカーがあるけど開けれる。よいしょ邪魔だから閉めようかな。なんかちょっと片言になったんだけど、何、あ、なんかあるよ。クレイモア地雷か。はいはい、どうも。なんか変な感じ、ライデンさん操ってるって感じじゃないからお、なんかある、雑誌か。ここいっぱいさ兵士いるから雑誌使えそうだよね。 C4、C4 なんだっけ、もう忘れた。なんかここもいっぱいあれだな。お、MQ バレットいいね。アイテムがあるんだけど邪魔やっぱ開けとくと邪魔なんだよね。ここ登れるでしょ、ですよね。チャフグレネード、あ、あった、濃度でこっからエイムズさんを探し出せばいいわけですよね。あ、でなんとかマイクをあれだよね、見つけないといけないんだよね。それもあるっていう感じなんですけど、どうしよっか。あれ、こっちエレベーターの方、特に何もなさそうですが、やっぱ極力ああいう方々には接触したくないので。こっちさっき来たとこ、あ、違う、なんか壊れてない、いけない。おーい、これセキュリティとしてどうなの、どうなの。まあいいんだけど、2人いんのか、邪魔だな。大丈夫、突っ立ってて「お前何してんだ」みたいなこと言われない？いろいろ行けるとこあるなあ。あ、ここにあれエレベーターか、普通に。え、行っていいのかな。え、何今の。あ、え、どこ行けばいいの。怖い怖い。中央と B1。あ、やっぱノードアクセスしないとダメっぽくない。なるほどね。あれが言われてたやつか。こっち行けんの？行ける。あ、ノードだ、やった。で、そうだよ、マイクも見つけないといけないんだよ。どこにあるんだよ。レーション、でも持てないんだよね。張り付くなっちゅうね。ここにレーションがあるということを覚えておけば良いのですよね。何もなし。なんかここの道続いてない？また下になんかある感じ？行けそう。え？行き止まり？ただの行き止まりだったっていう。あれかな、見つかった時にこん中に隠れろっていうあれかな、逃げ道だったりするのかな。いや、もうなんかちょっと今回はここまでにしたいと思います。 What can I do for you, Jack? うわー、なんかこのシーンもあれなんだ、ちゃんと変装してんだ。そっかそっか。今回もあんまり進めてないような気がしますが、しかもご利用しだしね。これからもこんな感じで多分のんびりやっていくと思います。Why are you so interested in me all of a sudden? Because I'm curious. More so than before. Does it really bother you that much? There must be some things you don't want to say. Like what? You know, those things you don't want to say. Let's see. Things you don't want to say. Like that you've been married before? That you're 80 years old? That you used to be a woman? Rose. What exactly is it you won't tell me? Do you think I'd hate you if I knew? Do you really have that little faith in me? No, it's nothing like that. Then what is it? It really bothers me. The fact that there's a side of you I don't know. Sometimes I just can't help myself. You've got me right now. Isn't that enough? No, it's not. I'm sorry. I know I'm being greedy, but it's just not enough. なんでそんな喧嘩しちゃうかな。でも私結構雷神さんの気持ちわかるんだよねやっぱさ、こうやって実況やってるから、まあ家族とかにはね知られたくないわけですよだから結構早朝とかに収録してるっていうのもあるんですけどね。でも知りたいって言われる気持ちもわかるかも。なんだろう、私はね結構こういうなんていうのかな、知られたくないことがあるから、人になんでとか根掘り葉掘り聞くようなことはあまりしないのですが、てかしたくないしされたくないからね。まあなんでこんな話題になったんだ。とりあえずちょっとローズさんとライデンさんが心配なとこですが、そして私の未来も心配ですが、これから先のエイムズさんをちゃんと見つけられるかっていうね、まあ、不安もありきりですが、今回は時間が長くなってしまったのでここまでにします。ご視聴ありがとうございました。次回も見てくださると嬉しいです。それではまたね、バイバイ。